さんこんにちは。今回は上智大学紹介というテーマでお届けしていきます。上智大学、今までいろんな学部紹介をしてきましたけど、今回概要ですね、上智大学どんな大学なのかっていうのをお伝えしていきたいと思うので、ぜひ文系特に私立志望の人を見てみてください。ちなみにはい、この子は何ですか？この子は上智大学のマスコットキャラクターのソフィアン君です、はい、ソフィアン君ですね。可愛いですよね、はい、ちょっと今回上智大学紹介ということで来ていただいて、はいはい、ソフィアン君ね、大人気ですね、はいはい、早速中身に入っていきたいと思います、はいはい、上智大学まずキャンパスと学部について教えてもらえますか？はい、上智大学のメインキャンパスは四ツ谷キャンパスになっています。四ツ谷キャンパスは最寄り駅の四ツ谷駅から約2分のアクセスとなっていて、うん、近い、駅近です、うん、すごくいいね。いや、上智大学本当に近いですもん、目の前ですもんね、はい、看護学科の一部の授業を除く9学部29学科すべてを一つのキャンパスで学ぶことができます。すごい、まあ、上智のアクセスのいいキャンパスでほとんど学ぶことができるという、看護以外ですね、はい、あ、すごいな。いろんな学部の人とも交流もできますよね。そうですね、はい、はい、受けようと思えば他の学部の授業も受けることができるのは強みかなと思います。うん、一つのキャンパスですね、はい、はい、じゃあ学部、どんな学部ありますか？はい、学部はこのようになっています。はい、おー、いろいろありますね。そうなんです、さすが。進学部があったり、うん、あとは国際系の学部があったりして、うんうん、あとは文系の学部が多いのが特徴かなと思います、うん、ですよね。やっぱり上智ってその、はい、まあ、国際系だったりそのやっぱ語学強いイメージありますもんね、はい、花の概念とか言われたりしますね。お、外国学部、英語学科ですね、はい、はい、なんか特徴とかありますか、授業で？はい、必修の授業で、うん、キリスト教の信念に基づいた、うん、キリスト教人間学っていう授業があるんですけど、はい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 、私この授業すごく印象に残ってて、はい、私はキリスト教と文学っていう授業を受けたんですけど、うん、そこでは星の王子様とか、うんうん、あとは上智ゆかりの作家の遠藤周作のディープリバーっていう小説をキリスト教的な観点から読み解くっていう授業を取りまして、すごく興味深かったですし、取ったの1年生の時なんですけど、うん、はい、キリスト教全然詳しくない状態でも、うんうん、あ、こういう考え方なんだなっていうのが学べて、うん、すごく楽しい授業でした、うん、そうですね、まあ、世界見るとキリスト教徒とかも多いわけじゃないですか、はい、やっぱそういった人たちの考え方の根本を知るっていうのはやっぱ重要ですよね、うん、そうですね、はい、他者理解としても、はいはい、あとは英語が強いという印象があると思うんですけど、うんうんうん、アカデミックコミュニケーションっていう授業で実践的な英語を学ぶことができます、はい、アカデミックライティングっていうエッセイの書き方とかを学んだり、うん、あとはプレゼンテーションの仕方を学ぶことができて、うんうん、すごくいい授業でした、うん、はい、じゃあ大学生に必要なスキルをそこで身につけることができるということですね、はい、他者のために他者と共にっていうのが上智の根本にある考え方になっているので、そういうのを感じられる授業が多いのが特徴かなと思います。いいですね、はいはい、まあ、次にじゃあ学生の暮らしについて聞いていきたいんですけど、はい、まあ、ちょっと実際ね、池上さんの勉強事情とかアルバイト事情ちょっと聞いていっていいですか、はい、まず、池上さんは何学部なんですか？はい、私は文学部に通っています、うんうん、文学部を選んだ理由としては、はい、文学部に行きたかったからっていうのが一番大きい理由になっているんですけど、うん、もうちょっと掘り下げると、はい、受験生の時から国語がすごく好きで、うん、言葉を使って何かをするっていうことに魅力を感じていたので、うん、文学部を目指していました、うん、今学んでいる内容は、はい、文学部の新聞学科に在籍しているんですけど、うん、ここで学んでいることはどちらかというと社会学系のことになっていて、メディアとかコミュニケーションについて勉強しています、はい、うん、詳しく言うと国内外の時事問題について学んだり、うん、どうやってニュースを読み解きますかとか、うん、情報を集めるかとか、うんうん、メディアやコミュニケーションの仕組みとか理論についても勉強します。うん、2年生からゼミが始まって専門的なことを研究していくんですけど、うん、私は映像メディア表現を実践的に学ぶっていうゼミに入っていて、うんうん、ドラマの脚本を書くみたいな課題があったりして楽しいゼミになっています、うん、はい、そうですね、はいはい、一般的に大学3年生はそこまで忙しくないってよく聞くんですけど、うん、なぜか忙しくて、はい、レポート課題とかプレゼンテーションの課題が多かったりするのが理由かなと思っています。ただとはいえ、うんうん、私自身時間割で週2で全休が作れてるので、うん、課題が多いだけで、うん、毎日毎日朝から夜まで授業みたいな忙しさではないかなと思います、うんうん、文学部で面白かった授業っていうのがあって、うん、文学部横断型プログラムっていうのが開講されているんですけど、
ど、文学部って言っても、はい、いろんな学科があるので、うんうん、その学科の先生たちが毎週授業を交代で持って、うんうん、ご自身の専門分野についてのお話をしてくださるっていう授業があって、うんうん、それがすごく面白かったんですよね。文学部っていうそのいろんなことを勉強できる学部だからこそできる授業かなと思って、うんうん、すごく興味深かったです。ローマの遺跡の話とか、はいはいはい、近代文学についての話を聞いたりとか、文学部の広さっていうのを知ることができました、うんうん、自分の専攻したいところ以外もいろいろ授業を受けられるってことですよね、はい、もう上智の文学部、どんな人にお勧めしたいですか？はいはい、文学部は先ほども言ったようにいろいろな学問領域があるので、うん、漠然と自分の学びたいことが文学部にあるんじゃないかなっていう人には、うん、ぜひお勧めしたい学部になります、うんうん、文学部一言言ってもかなり広いですからね、はい、学べる内容。はい、新聞学科はメディアについて勉強してみたいなっていう人にはすごくおすすめしたいです、うん、これ結構上智の新聞学科はかなり人気学部ですからね。そうですね、はい、将来メディアとか仕事つきたい人はぜひチェックしてほしいですね、はい、次にアルバイトですね。やっぱ大学生アルバイトね、はい、してる人も多いと思うんですけど、池谷さんなんかアルバイトとかされてますか？はい、私は塾講師をやってます、うんうん、小中学生を教えているんですけど、はいはいはい、上智生結構塾講師とか、うんうん、あと飲食店のバイトとかしてる人多いかなって思います、うんうん、なるほど。立地がいいので、うん、学校の近くでいろんなバイト先を探せたり、うん、都内の企業でインターンをしている人とかもいますね、うんうんうん、いや上智本当に立地が良くて、まあ、東京のメインの新宿渋谷、あと東京とか銀座とか、まあ、池袋とかなんですけど、うん、もう全部どこでも行けますからね。そうですね、はい、なんかいろんなバイト、まあ、いろんな候補が出てくるんですよね。はい、はいはい、バイトしてない人もちょっといるかなと思いますね、うん、そうですね、まあ、もちろん学業に、ね、はい、専念してる人とかもいるところですね、はい、住まいに関してなんですけど、はい、自宅通いと一人暮らし割合どんなもんですか？半々ぐらいかなと思っているんですけど、うんうん、まあ、正確な情報は流れてないと思うんで、はいはい、学校の近くで一人暮らしをしているっていう子もいますし、はい、学生寮があるのでそこに住んでいるっていう子もいます、うんうん、学生寮はちょっと親御さんとか安心ですね。そうですね、はい、どんな学生寮ですか？はい、祖師ヶ谷国際交流会館っていうのと、はいはい、アルペ国際学生寮、あとは上智枝川寮というのがありまして、うんうん、友達でも結構寮生の子もいますね、うんうん、じゃあもう大学で寮があるってことですよね、はいはい、寮生仲良さそうですか？良さそうです、仲良さそうで、うん、遊びに行ったとかよく聞きます、ね、うんうん、はい、あ、いいですね、はい、まあ、大学生結構これもメインだと思うんですけど、はい、課外活動ですね、サークルだったりだとかその辺もちょっと聞いてもいいですか？はい、上智のサークルの分類として、うん、文化団体連合会、体育団体連合会、音楽競技会、演劇競技会、同好会、愛好会連合、その他委員会などがあるんですけど、友達だとチアリーディングとかチアダンスの子とか、あとは合気道をやっている子とか、ボクシングやっている子とか、映画サークルとか写真サークルに所属している子、あとはお笑いとか弦楽のサークルに入っている子とかがいます。いや本当もう多種多様です ね、 そうですね、本当にすごい、はい、弦楽とかもあるんですね。そうなんです。すごで、インカレも存在しているんですけど、うん、はい、個人的な印象として近くの大学って言った時に、はい、例えば東大がお茶の水女子大学とか、はい、そういう感じの近くにあるっていうイメージの大学があんまり思いつかないので、はい、あ、確かに。そうなんです。だから上智だけ独立してますよね。そうですよね、うんうんうん、地理的に近いところは結構あると思うんですけど、はいはい、大学内で完結しているサークルが多いんじゃないかなっていう印象を持っています、うんうんうん、なるほどですね、はいはい、インカレというか、まあ、上智生で結構固まってるっていうか、なんか仲良くしてですね。そうですね、はい、私が入っているサークルは、はい、同じ趣味を持った人たちが集まっているもので、うん、文芸系のサークルとバーチャル YouTuber 研究会に入っています、VTuber ですか？ VTuber です。そういうの研究会があるんですね、はい、はい、面白い。面白いです。はい、いいですね、はい、上智生はどこで遊ぶんですか？はい、学校の近くにもおしゃれなお店とかカフェがたくさんあるので、うん、そこに空きコマを利用して行ったり放課後に行ったりしている子たちもよくいます、うんうん、学校の近くには新道通りっていう居酒屋通りがあるんですけど、うん、そこにもいろいろなお店があって、うんうん、すごく楽しいですし、はい、大学生になってからオープンキャンパスのお手伝いに行ったんですけど、はい、お手伝い終わった後にお疲れ様会みたいな感じで友達と焼肉食べに行ったりしました。いいですね、はい、
はい、あとは学校の外で集まるときは、うん、新宿駅を使っている子が多いので、うんうん、新宿集合ねって言われることが結構あります、うんうん、まあ、新宿区にありますもんね、四ツ谷もね、はいはい、新宿集まること多いんですけど、はい、もういつまで経っても新宿駅の構造になれなくて、はい、毎回迷子になってるんですけどまあ新宿ね、アジアで一番多い駅とも言われてますから、はい、本当に出口がわからないです。そうですね、はいはい、じゃここまで上智大学たくさんちょっと魅力を聞いてきたんですけど、はい、逆にちょっと不満なところも聞いておきましょうか。これは、はいはい、すごい考えて2個だけ、はい、あったんですけど。なるほど、じゃ あんまり不安がない。そうなんです。あら、じゃあちょっとあえて聞きましょうか、はい、1個目は、はい、授業の抽選が当たらないっていうので、履正登録をするときに、はい、授業を抽選にかけなくちゃいけないんですけど、本当に他の大学と比べても、うん、多分全然当たらなくて、そうなんですね。上智1年生の最初に一般教養科目10個抽選にかけることができるんですけど、はい、10個当たる人は絶対いないと思うんですよ、ね、なるほどね、で、はい、4個とかで、はい、いいねってなるぐらいなんですけど、1個も当たらない子もいるんですよ、本当ですか。じゃあ自分の希望の授業10個出したら1個も取れないこともあるの？取れなくて抽選で通らない場合、うん、なんかライブのチケットかなみたいに思うんですけど、先着順とかキャンセル待ちしなくちゃいけなくて、はい、履修登録期間中に抽選科目をかける期間があります、うんうん、でその後に結果発表の日がありますってなって、うんうん、その後その発表された後に、うんうん、何時から先着順の受付を開始しますっていう風に発表されるんですけど、うんうん、もうそれになった瞬間にみんな絶対取りたい授業があったら、うん、ポチポチっていうのをするんですよ、はい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 、ポチポチっていうのを、うん、他の動画でも一回紹介したことがあるんですけど、はい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 、ポチポチっていうのは、はい、抽選科目が当たらなかった時に、はい、その先着順とかキャンセル待ちのために、はい、授業が取れるまで、はい、履修登録をかけますっていうボタンをずっと押し続けるっていうのが、はいはいはい、毎年、はい、履修登録の時期に開催されている行事になっています、はいはい、で上智ではみんなポチポチするわけですね。ポチポチしてます、はい、パソコンをずっと見てる子もいるし、はい、スマホでやってる人もいるし、はい、とにかく取りたい授業が取れるようにポチポチし続けるっていう、はいまあ、上智のね、名物なわけですよね、はい、まあ、それがちょっと授業の抽選が当たらないと。そうなんです、うん、ちょっとじゃあ注意が必要ですね。そうですね、この授業どうしても取りたいって場合には取れない場合もあるよということですね、はい、他にもありますか、はい、今のところ考えて考えていただきたい2つ目なんですけど、はい、学校に行くために必要な中央線っていう電車がよく止まるので、はいはい、あ、なるほど、朝の急いでる時間に、はい、もうほんと1分2分が惜しい時に、はいはい、1、2分の遅延をするんですよね、はい、でもう遅延証明書は出ないレベルの、はい、緩やかな遅延を繰り返しているので、はいはい、中央線は本当に止まらないでほしいっていうそうですね、まあ、四ツ谷自体が結構地下鉄も通ってたり、はい、すごい便利な路線が通ってるんですけど、やっぱ中央線って一番こう大動脈が結構止まるんですよね。あとちっちゃい遅れもあったりするんで、まあ、それがちょっと、まあ、ネックかなみたいなところですね、まあ、そこだけです、はい、ですね、上智への不満ではないかもしれないそうですね、確かに、はい、まあまあまあ分かりました、はい、まあ、不満が少なくて、ね、いい大学というところで、はい、通ってる池江さんもすごい満足ということですね。はい、じゃあ、最後にですね、上智の誇れるところ、好きな点、はい、もうこれちょっと多分24時間ぐらい書かれると思うんでちょっとギュッと、はいはい、まとめてもらってもいいですか。はい、はい、一つ目が、うん、メインストリートっていう大きい通りが大学内にあるんですけど、はい、うん、そこを歩いている時に知り合いに1回は会えるっていうぐらい人が少ないことです、はいはい、うん、混んでてストレスみたいなことがあまりないですし、はいはいはい、サポートが手厚いっていうのはいいところかなと思います、うんうんうん、はい、で2つ目が、うん、サポートが手厚いというところに関連して、うんうん、やっぱり教授1人あたり学生の人数が少ないので、はい、サポートが手厚いんですね、うん、質問したらすぐ帰ってくるとか、うんうん、リアクションペーパーを全部読んでくださる先生がいるとか、いい、そういう感じで本当に手厚いサポートを受けられるのはいいところだなと思っています、うん、いや素晴らしいですね、はい、これは。3つ目が、うん、立地がいいということで、うん、まあ、これは駅からも近いですし、うん、東京の真ん中にあるので、うん、どこに行くにも便利、うん、あとは美術館とかに行きやすいので、うん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 、学割が効いてる期間中にたくさん行ってみてくださいねって入学式とかでも言われたりして、うん、本当に立地はいいなと思っています、うん、僕も相当大学回ってる方だと思うんですけど、上智立地マジです、はい、それ言っときます、は
はい、4つ目が、うん、お手洗いが綺麗っていうので、はい、もういろんな動画で言ってきたんですけど、うん、本当にお手洗いは綺麗です。いや重要ですよね、はい、これ、はい、まあ、古いキャンパスのね、あのトイレとかちょっと古かったりしますからね。そうですね、はい、で5つ目が休みが長いっていうことで、うん、あ、そうなんだ。そうなんです。私立大学では多分一番長いんじゃないかなと。そうなんですね。思います。で、あの全体的に見ても、はい、あの東大が一番長いんですけど、それに次いで長い夏休みになっています。そうだったんですね。バイトとかサークルとか留学をしたりしています。うん、これ学生は嬉しいですね。そうなんです。はい、1個だけいいですか。はい、どうぞ。もうどんどんね、ちょっと止まっちゃった。最後ですよ、これが最後なんです、はい、6つ目で、あの効果がすごくかっこいいです。効果がかっこいいですね。かっこいいです。あの入学式以来聞いてないっていう人も、はい、いるかもしれないんですけど、はい、YouTube とかに上がってるので、はい、あのぜひ皆さん一回聞いていただきたいんですけど、はい、あの本当にかっこよくて、はい、もう BGM で聞いちゃうぐらいですか。いや、そこまでではないんですけど、はい、あの時々聞きたくなりますね。お、いいですね。愛好心高めるのを聞いてますよね、はいはい、いや本当もう上智で、あの上智生みんな上智大好きなんですよね。あの全大学の中で上智グッズが一番売れてるんじゃないかと僕も思ってるぐらい上智本当にあの好きな上智生多いと思うんで、あのぜひ、ね、上智志望の人はこの動画見てモチベーション上げてみてください。というわけで上智大学紹介やってきました。上智志望の人はね、ぜひこの動画何回も見て、モチベーション上げてください。上智について何か聞きたいことがあったらコメント欄で教えてください。チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。